ゃんじ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 ゃん。今日はこの売金場にこのお菓子のメガネをつけちゃおうと思うんだな。つけたらこんな感じ。わあ、ちょっと迫力あるね。そんなわけで、これは駄菓子屋さんに売ってたりとかするねメガネだよね。みんなも見たことあるかな。じゃあ早速これをメガネを作っていきたいと思います。まずはこの穴に輪ゴムを通します。こんな感じでね、いいかな。輪ゴムを通してこんな感じにつけていきます。反対側もこの輪ゴムを通していきます。入るかな。おっとっと、穴が結構小さいので、よいしょ、こんな感じで通します。ほら、もうメガネができた。早いね。じゃあこれを売金錠の耳にかけてみようかな。おお、ぴったり。ここがちょっとぶら下がってる感じだけど、いやー、すごく似合うわ。これはちょっと上出来ですね。みんな動画を見るときは目が悪くなるから、暗いとこで見たり長い間見たり画面を近くで見ちゃダメだよ。わかったかな。じゃあそれを分かったら他の動画も見て楽しんでね。動画を最後まで見てくれてありがとう。今すぐチャンネル登録ボタンを押して次の動画も見てね。